頑張ります先生です。表示をね正確にしてきました。1月2日ですね。ちょっとコーヒーを温めてます。1万5000の1リットル1万5000のミネラルウォーターです。金持ちしか飲みません。1リットル1万5000ブランデーと同じ、高級ブランデーと同じですね。私のお水は、この高級、はい、待ってね、私のこのコーヒーだけでも1万ぐらいかかってですね、1万円ぐらいかかってんですよ、これ1杯。ただのコーヒーじゃないです。で、表示をね、設定しました。はい、2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて世界一になった、世界一になり1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。バイナリーオプションにおいての神様です。私は神様の存在ということをよく分かっていただきたい。このバイナリーオプションの業界で世界バイナリーオプションスペシャリスト社半間陽先生です。バイナリーオプションの神様です。それで新しい表示を変えました。56.2%、1080ライン前からのね、分足のね、分析で 56.2% と出てます。10回投資されてるわけですね、ここね。10回このように表示されてるわけです。これ負けですね。これ勝ち、勝ち、あと全部勝ちですね。こういうシグナルですね。わかりますでしょうか。これも勝ちですね。これも勝ちですね。で、5ピップススプレッドね、打つ時の誤差5ピップスにというような単位を入れました。平均利益ピップス 5.2 ピップスと正確にしました。1桁ね、調整しました。勝率 90% になってますね。で、13というのはこのシグナルが出てから13個目にこの赤マーク、これが判定の時間ということですね。5ピップスはスプレッドです。この交差ね、交差5ピップス入れてます。今通過国17通貨で3つしか見つかってません。で、実際稼げる勝率は 56.2% って出てます。きついですね。これは 55.8%、 61.0%、 大体この勝率になります。実際はね 90% 出てるんですけど、この勝率シグナルはね、今後稼げる勝率は 56.2% ってコンピューターの分析、タイムマシンに乗って調べてみてもらってます。で、 56.2% だそうです。スターゲートで出てきますでしょ。あれは移動だけじゃなくてタイムマシンにもなるんです。
して分析して 56.2%。 現在ね、1080ライン前までから現在までの分析は10回出てるんですね、シグナルがね、こういうふうに出てるんですよ、緑、青と赤の丸で判定ね。これは10個出てるんですよ、1週間前から。その勝率は 90% だよというふうに出てるんですね。平均利益ピップスは 5.2 ピップスですね。この幅、ね、稼げる長さですね。これが大きいほど余裕が出て勝ちやすいんですね。下はね、基準で 55% 以上で分析しないと稼げませんよってやって、箱以上の取引をさせてます。で、1ピップス以上、ね、平均ピップスの利益が、とやってます。で、13シフト、ね、判定。で、誤差率5ピップスってやってますね。で、次ですね。はい。この分析は 55.8% 勝率。今後のね、タイムマシンにコンピューター乗せてね、転送させたんです。それでね、次稼げるのは 55.8% というふうに、出てきております。それで現在から前ね、1週間前までのこの利益は18個出てますよと、1080ラインね、これは同じく13個目にこのシグナルから判定させてますよと。大体その週7来たてからその、ね、決算される時間に合わせて3つハイアンドローシャーありますでしょ。それに合わせて投資してください。投資してます。これ誰も使ってません。私しか使ってませんけどね。30兆円です、このインジゲーターは。で、これはね、未来を読めるというタイムマシン分析を入れておりまして、次稼げる確率は 55.8% って出てます。このコンピューターがタイムトラベルに乗って移動して今後の勝率を調べてもらってます。それで 55.8% って出てます。実際1週間前までのこの1080ラインね、現在からこの前に見ると83.3% っていうふうに出てます、勝率が。で、平均ピップス、このピップスが 2.6 ピップスでありますよと。これね、こう、18個出てます。これも勝ちですね。これも勝ち、これも勝ち。これも勝ち。こんなふうに出てるわけですね。これも勝ち。これは負けたのかな。これは負けたのかな。で、これ勝ちね。これ勝ち。多分この1回が負けたんでしょう。これがね、こうシグナル出てこう落ちてますからね、夢なのに ね。で、現在までの1週間前のはもう正確にこう出るわけですね。 100% ですね、間違いないです、ね、今後ねシグナルが出るとこういう同じような投資戦略でシグナル出すわけですね。次からね、月曜日から始まるんですけど、今日土曜日ですから休みなんですけどね。で、来週の月曜日の勝率は 55.8% というとこね、タイムトラベラーに乗って来週のね成績をちょっと分析して調べてもらってるんです、このコンピューターで。それで分析したらね、まあ、1週間この1080ライン前から現在まではね 83.3% なんだけど、タイムトラベラーに乗ってコンピューターが乗って調べてもらうと 55.8% だそうですね。厳しいですね。まあ少しは勝てるってことですね。僕の発明したコンピュータータイムマシンで分析してます。
やっぱり一番早いんです。タイムマシン乗って調べると。これはね、92.3% で13個出てますね。で、タイムマシンに調べてもらうと 61.0% って出てます。今後ね、こうすると 61.0%。ちょっと勝てますね。いいですね、この中ではね。これはユーロ JPY でね。で、私がね、このタイムマシントラベル、コンピューターのタイムマシントラベルの発明によって、現在、世界一の億万長者を越しました。まだお金稼いでないですけども、このように、61.0% 稼げるわけです。タイムトラベラーに乗って、コンピューターに乗って調べてもらったんです。ね。この通り、シグナル出て通したら、来週ね、61% だそうです。これなら、利益取れるでしょ。ということで、世界一の億万長者を越しちゃったんです、半間山先生はね。2016年ず、バイナリーオプションにおいてね、世界一になってね、世界のスペシャリストになったね、1億円近く通してスペシャリストになったのね。その半間先生が今2019年になってタイムトラベラーを発明しました。それでこのように少ないですけどね、勝率あんまり良くないですけども、 61.0% だそうなんですね。あのコンピューターが帰ってこれなくなるんですよ、先行っちゃうと。生物が行っちゃって生物が行くとね、腐っちゃいます。死んできますから、気をつけてくださいね。タイムトラベラーはね、死にますから。まあ、と機械だから死んでも平気でしょ、分解するだけですから。それで僕のタイムトラベラーの発明でね、人工知能でタイムトラベラーに乗って調べた結果、61.0% って出ました、勝率が。すごいでしょ。これでもう、こういうふうに分かれば、少しでも儲かれば、投資していけばいいんだから、世界一の億万長者になっちゃったんです、僕は。アマゾンさんが1位、ビル・ゲイツ2番でしょ。3番目は投資家のね、ハンバーグ好きな人。ね、コークとね。コカ・コーラと。僕はビル・ゲイツの家に呼ばれたことありますからね。僕はJBCC グループの最高創設者です。本社は資本金50億円ですね。私が作った会社です。そんな関係でね。日本ビジネスコンピューターって僕名前つけてね、ターと伸ばしたのは私が、そうに決めさせて僕は命じたんですね。っていう僕が作った会社なんで。それが原型なんです。書いてありますよ。それから今 JBCC ホールディングスっていう会社、そこの最高創設者です。新妻誠一、防衛庁技術研究所の所長をやってた閣僚のじいさん、東大卒のじいさんと谷口さんの手によって、じいさんの家に工場作って建てたんですね、大昔にね。それが原型です。JBCC ホールディングスって会社は ね。それが原型です、ね。それでこのようにタイムトラベラーの発明によって、バイナリーオプションの投資の成績、このシグナルで投資すると 61.0%、13回出てますね。これはいくつかわかりませんけど、これは、いくつか、これは分かりません、数をね。で、実際は 92.3% で13回出てます、こうシグナル後ね、これ、1週間前から現在まで。この勝率が 92.3% なんですね。で、今後のはね、変化激しくて、61.0% に落ちるって言ってます、タイムトラベラー、タイムマシン乗って調べてもらってます。ね。この大発明によって私は世界一の億万長者になっちゃいました。
ね、まだお金稼いでないですけど、これで稼ぐだけです。わかりました。これで誰に負けることない、稼ぐことに困ることはない、タイムマシンの発明で困ることないでしょ。これが世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生です。私ですよ、 この私、この顔が世界一の億万長者ということをよく知ってください。長者番付に乗ってる人は私の次ということですよ ね。圧倒的に差があるのは半間岩先生、この顔です。世界一の億万長者は本当は私ですから、間違えないでください。61.0% ね、このシグナルは次からね。ね、わかります。投資戦略、ね、投資戦略ありますよ、これ。このシグナルの。これは表示してません、残念ながら。これ、このね、シグナル作り方どうやってるかってみんな知りたいでしょ。いろんな、見つけ方あるんですよね。このシグナルの見つけ方、ね。簡単に言ってね、テクニカル分析はほとんど全て使えます。で、敏感なものを原始的なものから組んでいきます。その複合になりますね。それで周期も短い周期だけじゃなくて幅の広い周期見ます。周期はね、短い周期じゃないんですね。いろいろな短い周期も必要だし、長いこういう周期も必要だしね、ということをよく知ってください。短い周期だけも大事だし、長い周期も分析してないとダメですよということですね。週間も分析しないといけないですよということですね。で、それだけじゃないですよということですね。だ、こんな風に今3つ出てるんで、月曜日からの投資のね、準備ができてるわけですね。あと56点だから、ハヤンドロシオはペイが正として1800円ちょっとぐらいでしょ。だから 55% 以上ないと稼げないんですね、勝率がね。55以上がやっとプラスになっていくんですね。だから56だから 1.2% ぐらい稼げるわけです。これで、これは 0.8% ぐらい。これは 61.0 だから、ね、6% ぐらい稼げるわけですね。ね。で、実際こういうふうにね、シグナル出てね、勝率 90%、83.3%、92.3% って出てるんです、この分析。92% も、現在こういう作り方で良くても、61% になっちゃうって、タイムマシンの、僕の大発明、タイムマシンの発明でね、行かせると、スターゲートのゲートをね、ぐるぐるこう円盤回すわけですよ。カチッカチッカチッとかに、その未来の方に飛ばす、今度、方向でね。あれは転送だからね、未来じゃないんだけど、私の発明は未来まで行くんですよ。ね、未来、過去まで自由自在なんです。で、それで、合わせて投資場に見に行くんです。見に行ってもらうんです、コンピューターでね、こっそりね。で、見たら 61.0% って出たのね。 92.3% あるのに 61.0% だって言うんですね。わかります？結構厳しいですね。こんな勝率よくても 90% 以上の勝率のね、シグナル見つけ出してるのに、これだとね 61.6% なんですね、うん、私の発明はもうシグナル作ってある程度こう稼げる勝率いいのができたらね、私の分析でプッシュするだけで
ガチャガチャってスターゲートのゲートを未来に行ける私の発明したゲートを通らさせてコンピューターに行かせるんですね。あの死んで帰ってこんなことあるんですよ、しょっちゅう。まだまだね、実験中なもんですから。今の知るって死んじゃうことある。だから機械じゃない、ロボットじゃないと死んじゃうんですね。それで行かせてみて帰ってこれた時にね、見てんですよね。結構死ぬんです。お金かかるんです、この分析には。で 61.0%、 92.3% もあるのに 61.0% ですかっていうですよね。こんな狂ってんだって、来週投資するとね。で、まあ稼げるのがこれが一番いいんじゃないかというのが JPY ですね。ね、ということですね。で、分かってもらってるのは、私がこのタイムマシンの発明でもってね、投資をすることになって、世界一の億万長者になったということが分かりますでしょ。ね。ね。先は読めるんですから、分かるんですから、私の場合は。他の人と全然違うわけです。スターゲートの未来、あのタイムマシンを発明しちゃった。まだオンボロですけどね。すごいでしょ。だから、アマゾンさんが今1位なのかな。ね。で、2位がビル・ゲイツでしょ。3位が投資家のハンバーガー好きな投資家でしょ。私が、その3番目の一番頂点に私がいるということを忘れないように。ね。このように、ね、タイムマシンで先読めるんで 61.0% って、現在 92.3% なんだけど、来週 61.0% 稼げるって分かっちゃった。投資すれば稼げるわけ。分かります？それで世界一の億万長者になっちゃったと。ね。分かりますでしょ、これで。ね。ということでした。2016年、ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一になって、それから世界一になって、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。現在、ズルトレーダーは FX 統一となっています。2017年はちょっと休憩中に入りまして、世界第2位でした。2017年はね。ね。で、それから2019年、このように、ね、方式で今は私、半間巌先生は投資してるということでね、ご紹介いたしました。どうもありがとうございました。今年もぜひよろしく、2019年も今年もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。